愉快工学の YouTube をご覧いただきありがとうございます。今日は愉快の U ボリューム2ということで、この企画2回目の配信になります。愉快の U はですね、温泉にこう使って体を心をリラックスしながらの愉快工学の初めましての話だったりとか、製品作りの話だとかを聞いていただけたらなと思って、もう少しこう皆さんとつながれたらなと思って始めた新企画です。普段エンジニアなどこう表に立って話すこともないので、社内の雰囲気とかどうやって作ってるのかなとかを知っていただけたら嬉しいなと思います。今回のこの配信場所なんですけれども、前回のボリューム1の開催後にちょっと部屋の反響がとか音のこう環境のコメントをいただきまして、環境を変えてカフェスペースですね、オフィスの休憩場所でお送りしております。ただ愉快工学のオフィスがちょっと大通りに面しているので、車の走行音とかもし救急車とか通った時音が入ってしまうので、何卒ご容赦いただければと思います。はい、じゃあ今日のテーマは今日のテーマじゃない、今日のいきます。今日は新卒エンジニアが想像する愉快な教育事業クリキットということで、こちらをお送りします。今日のテーマは、全てで6つありまして、高専ロボコンの経験、愉快工学に入社したきっかけ、入ってみてと、ゼロから立ち上げた教育事業クリキット、そしてクリキットのこれから、あと最後に質問コーナーとお知らせをさせていただきます。今日はこのテーマで2人のエンジニアに喋っていただきます。はい、ではまず和田さんから自己紹介をお願いします。はい、皆さんこんばんは、エンジニアの和田義久と申します。今日はよろしくお願いします。私はですね、高専出身で、5年間、今日のテーマにもある高専ロボコンをずっと熱心にやってまして、ロボットがすごく大好きなエンジニアになります。でご縁ありまして、愉快工学に新卒で入社させていただきまして、今日のテーマにもあるようなクリキット事業であったり、愉快な生き物ロボットキットであったり、心キットであったりという、そういう子どもたちが使う製品の、設計でしたり、企画でしたり、量産を担当させていただいております。今日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。どう、花森さんお願いします。はい、僕は愉快工学のハードウェアエンジニアの花森と申します。和田さんと同じく、教育事業を担当しているとか、あと高専ロボコンに、参加しているとか、いろいろと共通点も多いということで、今回僕より割と新卒に近い社員でもあるので、まだ2年目なので、今回のテーマと、ぴったりということで、お呼ばれしました。今日は一日よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あとすいません、最後になりますが、私愉快工学の PR の青井と申します。今日モデレーターさせていただきます。以上の3名でお送りしていきます。では早速最初のテーマに行きます。まず最初は高専ロボコンの経験からいきたいと思います。皆さんは高専ロボコンってご存知ですか？正式名称がアイディア対決全国高等専門学校ロボットコンテストと言います。高専ロボコンで馴染みがあるロボコン、コンテストかなと思います。こちらが1988年からスタートした歴史のあるコンテストで、毎年ルールが変わってトーナメント形式でロボットの対戦が行われます。はい、ではこの2人ともロボコンに出場経験があるということで、お話を聞いていきたいと思います。じゃあ和田さんからロボコンの出場の経験をお願いします。はい、そうですね、私、子どもの頃からずっとテレビを見ていて、すごいテレビでやってるロボットコンテストって、すごいなって憧れを持ってまして、そんなこともきっかけで、実は高専に入ったんですけど、そこで5年間小山高専という学校でロボットコンテストの活動に熱中していました。で、いろんなロボットを作らせてもらったんですけど、私の代表作といいますか、4年生の時にみんなでチームでフレンドルフィンというイルカ型の、ロボットをですね、作りまして、そちらがですね、身振り手振りでロボットを操作して、
試合の中でちょっとイルカショーをしてあげようっていう、はい、そういうテーマでロボットを作ったんですけど、まあ、そちらが評価していただいてロボコン大賞という賞をいただきました。はい、そのイルカのロボットの写真があるということでご覧ください。そうですね、こちら2012年というもう10年前の大会に私学生の頃に出てまして、それが当時のロボットと、まあ、この私の、まあ、競技している時の写真になっています。でこのロボットですね、まあ、ロボットコンテストってコンテストなのでロボットで戦いをするんですけど、まあ、勝ち負けという意味ではそこまで強くはないロボットなんですけど、まあ、見ている人の観客をいかにこう楽しませるかっていうのが、まあ、すごい当時チームの中で重視していたことで、まあ、そういったところがロボコン大賞というそういう賞にもつながったのかなと思ってます。大賞ってすごいですよね。なんかどのぐらい出場チームってあるんですか？出場チーム数ですか？なんか全国ですもんね、範囲が。こう東京都とかで近郊とかだけなくいやもうロボコン大賞ってのはめちゃくちゃすごい賞で、うんうん、大体120チームぐらい北北海道から南沖縄まで高専いるんですけど、うん、そのロボコン大賞っていうのはその大会の中で一番名誉ある賞だよっていうふうに言われてるんですよ、うん、優勝とはまた別の賞みたいな感じで用意されてるので、うん、一番その時に観客をドッカーンって沸かせたロボットってことで、僕も自分が在学中の高専ロボコンの時とかは、うんうん、和田さんの姿を追いかけて生きておりまして、うん、もう今こうして並んでるここにいることがもう大変恐縮というか過去の自分に教えてあげたいですね、うん、っていうぐらいすごい賞です、ね、このドルフィンもすごく注目された作品ですもんね、うん、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ花森さんの出場経験の話も聞いてみたいと思います。はい、さっき僕も高専ロボコン出てるって話はしたと思うんですけど、2012年から高専ロボコンに出場してまして、なので実はその和田さんとほぼ入れ替わりといいますか、和田さんが作ったフレンドルフィンを見てなんだこれはってなってる1年生っていう感じでしたね。そこから5年間2016年まで高専ロボコンやって、まあ、その他にもいろいろロボコンやってたんですけど、まあ、やっぱ高専ロボコン長く楽しくやらせていただいたっていう感じですね。うん、なるほど。その時の写真も花森さんのもあるのでご覧ください。懐かしい写真がありますね、まあ、何枚かあるんですけど、一番左のロボットが僕が高専の時に作った、まあ、僕が作ったというかみんなで作ったロボットになってて、一番僕の代ではみんなに親しまれたロボットになってましたね。輪っかを、投げて相手側に飛ばしてで得点していくっていうような競技だったんですけど、その得点に使うはずの輪っかをですね、自分の後ろで振り回して相手に絶対得点させないぞみたいな意地の悪いロボット作ってましてでその意地の悪さがちょっと一役買いまして、高専ロボコンの番組の中でとんでもない悪役みたいなひどい言われをしてみんなで楽しんでもらえたっていう経緯があったりします。高専ロボコン以外にもなんか中国のロボコンとかいろんなロボコン好きで参加してたりしたこともあったんですけど、まあ、本当にいろんなロボットを作った人生で、まあ、その原点が高専ロボコンだったなっていう感じでしたね、うん、もう在学中はずっとロボコンに熱中されてたんですか、ね、もう熱中とかいうレベルじゃないかったですねそんなレベルでもない、まあ、あんまり大きい声じゃ言えないですけど、うん、授業中にこう椅子を思いっきり引きながらこうバネの選定するみたいな、なんか論理回路の授業を受けながらバネの選定するみたいなぐらいの熱中度合いでしたね。こっそりされてたんですね、はい、まあ、ちゃんと進級はしたんで大丈夫なんですけど、すごい器用ですね、こっちもしながらすごい時間やってましたね、多分朝練じゃないですけど授業始まる前の時間に朝早く学校に行ってロボコンの設計をやって、そこから授業バーって受けて放課後夜までこう活動するみたいな感じで、かなり熱中してましたね。ありがとうございます。そのロボコンの経験は今にどうつながってるとかありますか？そうですね、まあ、つながってないとこ探す方が楽かもって感じなんですけどやっぱいろいろこうロボットを作る中にもその担当者が別々だったりとか専門分野違ったりするんで、うん、実際そのロボットを作った知識がまんま生きてるかとか言われると、まあ、ちょっとどうだろうって部分もあるんですけど、うんうん、やっぱりこうしてその
配信もそうですし、会社での仕事もそうですし、こう誰かとコミュニケーションを取って、でその人のやった仕事をこう大事にしながらもっといいものを作っていくとか、うん、自分が作ったものをちゃんとこうあの人に伝わる形で出していくとか、割となんかこう誰かと作っていく経験っていうのがあの、うん、今のお仕事とかに一番ダイレクトに来てるなっていうふうに思いますね。私もこう愉快工学に来るまでってあんまりこうロボットを作る部活って、スポーツだとチームワークとかチームプレーとかイベントしやすいですけど、なんかモクモクするのかなと思ってたら、社内のエンジニアとこの次のエンジニアとみたいな、すごい人の関わりがあって一つができるんだなと思って、そういうのをロボコンでやってたんですね。そうです、なかなかやっぱりロボットって、あの一人で作ることは、あのもちろん できなくもないんですけど、やっぱりあの、みんなの力をこうまとめ上げて作り出した方が、あのすごくいいものができるなっていうのは、あの当時やらせていただいて学ばせていただいたことで、まあ、それは実際にこう仕事をする中でもあの同じことが言えるなっていうので、まあ、そういう意味でもすごい当時の経験はあの生きてますね。社内に他にもロボコン経験者もいますけど、リーダーしてたメンバーとかね、結構いますよね。はい、皆さんももし質問とか、もうちょっとここ聞きたいなとかあったら、いつでも YouTube のコメントお待ちしてます。じゃあロボコンの思い残すことないですか？次のまだ話ロボコンの話だけども1日が終わってしまいそうなので、次の話に行きたいと思います。じゃあ次のテーマです。はい、愉快工学に入社したきっかけと入ってみてです。はい、2人とも新卒入社で愉快工学に入ったエンジニアなんですけど、きっかけなどそれぞれに聞いてみたいと思います。じゃあ和田さんお願いします。はい、私はですね、まあ、高専を卒業した後にあの、まあ、よりもうちょっと勉強しようというところで大学に編入学しまして、まあ、東京にあの出てきたんですけど、まあ、あのやっぱりすごいロボット大好きだったんで、まあ自分たちとか大学の仲間のチームとかでいろいろものづくりをする中で、まあ、やはりこう実際にこう商品としてあの世の中に届け出している企業ってあのすごいなっていうのをあの思うきっかけもいろいろありまして、まあ、そんな中でいろいろ調べていて、まあ、学生の時に愉快工学のインターンシップをあの見つけさせていただいて応募させていただいたのが、まあ、全てのあのきっかけになります、で、インターンシップとしてはですね、まあ、夏休みを当時はですね夏休みを利用した、まあ、3週間のプログラムになっていまして、まあ、結構あの課題が与えられるというよりはあのもう企画を作ってねっていうところから、あの実際にあのものを作ってあのデモができる状態まで仕上げてあのみんなの前で披露するっていうあのすごい濃いテーマといいますか、あのちゃんと形にするあの手もしっかり動かすインターンシップだったので、まあ、そこであのいろいろとあの社員の皆さんにも教えてもらったりあのしながら、まあ、楽しませていただいたっていうインターンシップでした、今でも毎年インターンシップ募集してますけど、このテーマで立案からデモ作るまでやってくださいっていう内容ですもんね。そうですね、なかなかタフかもしれないですけど人を選ぶかもしれない逆に、まあ、僕はすごい楽しいなって思って、あの取り組ませていただいて、まあ、当時本当に短い時間だったんですけど一つ作品出させていただいて、あの、まあ、その当時考えていたことがすごい結構ゆくゆくの仕事になんか、あの結びついてきたりとか、まあそういったこともあったので非常に面白い体験でした。はい、その時の映像があるのでご覧ください。そうですね、こちらがですね、あの当時私がインターンシップの時に、まあ、作った、まあ、作品があのこちらのロボットになっていて、まあ、あの企画としては、まあ当時子供にいかにこうロボットを楽しんでもらおうかみたいなことを、まあ、会社からちょっとテーマとして与えてもらったので、まあ、あの私ロボコンを経験していたっていうこともあるので、なんかロボコンチックなことが簡単に実現できるような商品はどうですかっていうご提案をさせていただいていて、まあ、その時に作った愉快なピコハンロボットというものですね。でこの
動画はあの最終日の発表の様子で、あの今配信してる部屋で、うん、あの当時はまだここを借りたばっかりというような、うん、あの時にやったものですね。奥に映ってるのが代表の青木とそのお子さんなんですけど、若いですね。そうですね、あのすごいしゅんくんにはいろ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 協力していただいたので、はい。なんかすごい楽しんでますね、このロボット。これが愉快なピコハンロボットキットの元になった原点というか、うん、あれですね。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ次花森さんにも入社のきっかけを聞きたいと思います。はい、僕もともと愉快工学っていう会社は認識していて、でインターンとしてっていうよりは会社見学としてみたいな感じで、うん、まだ学生の時にこの会社の見学をさせていただいて、でみんなが働いてる風景とか実際のプロダクトとか、まあ、働いてる人話聞いたりとかして、まあ、その中で割と、まあ、自由にっていうのもあれですけど、作りたいものをしっかり考えながら作ってる会社だなっていうのと、まあ、独特の雰囲気だったりとか、まあ、愉快工学って名前がそもそも愉快だなっていう感じなんですけど、そういうところも含めてずっと印象に残っていて、で僕は、高専とか卒業してから大学院の修士課程まで学生として生活してたんですけど、そこから卒業と一緒に新卒で愉快工学に入社したっていう感じでしたね。で入社する時もちょっと入社前に、ちゃんと一緒にお仕事できるかどうかみたいな感じで、うん、インターンシップみたいなこともさせてもらって、そこでもちょっと軽く和田さんとコンタクトあったりなかったりしたんですけど、そこでもなんかこう企画をもらって、でその企画をこうデモできる形まで一回ちょっとブラッシュアップしてみようみたいな、その時3日間ですごいわちゃわちゃしてたんですけど、それでもすごい印象に僕の中で結構記憶に残る楽しい時間だったので、それもあってこの愉快工学に入社したって感じになってます、うんうん、なるほど。なんかちょっと聞いてみたいんですけど、ロボットベンチャーに入るって周りの人にはこう大学卒業してベンチャーみたいな止められたりしないんですか？心配がられたりとか、それはいろいろ考え方はあるので、うん、複数の意見はあると思うんですけど、うん、私の場合はもともとなんか挑戦することが好きだったっていうのと、うん、何かこう、新しいものを開発したいなっていう思いがすごい強かったので、うん、そういう意味ではすごいそのいろいろなこと、裁量を持ってやらせてもらえる環境だなというふうに思って、うんうん、入りましたね、うんうん、なんか僕も結構似たような感じで、いろんな意見ありつつなんですけど、うん、やっぱり僕の周りも、ロボコン経験者とかだとベンチャーに入るっていうのは全然珍しいことじゃないですし、うん、僕の両親とかも割と、やりたかったら自由にやればみたいな感じで、うんうん、生活できればいいしみたいな、なので、反対が多かったとかは全くなくて、むしろええやんみたいな、チャレンジしていこうやんみたいな感じで割と前向きにみんな捉えてたっていう印象がありますね。なるほど、ありがとうございます。はい、実際入ってみてここが違ったなとか、なんかギャップとかありますか？ギャップはもう、ギャップしかなかったかもしれない思ってたと違った、ね、いやなんかやっぱり僕結構まだ新卒になから、その今2年目かなので、割とまだこう学生の頃の気持ちも忘れてないと思いたいんですけど、やっぱり認識してたのと、働くっていろいろ違うなっていうのがあって認識の差があったりとか、愉快工学も最初すごい自由な会社だなっていうのは思ってたんですけど、こうみんながこうみんなお互いの自由を尊重してるから自由なんだなみたいな、なんかただこうべちゃっと緩いっていうわけじゃなくて、全然そんなことはないんですよっていう感じですけどみんなやりたいことやりながら仕事やっていくのが上手い人たちばっかりだなって思ったりとか、あとその延長で家に帰ってから自分のものづくりしてる人とかめちゃくちゃ多かったり、多いですよね、自分のやりたいこと別でやってたりとか、なんか自分僕も家帰ってやることあったりとか、いろいろこう趣味でもの作ったりとかもしますし、僕と同じような人が結構多かったりして、
社内の、 あの日報だったりとかでこれ作りましたとかここ行ってきましたとか、うん、あの情報の交換がすごい激しい部分もあったりしてその辺もやっぱ全然入社する前見えなかったところだなと思いました、ね、なるほど、ありがとうございます。小田さんはいかがですか？そうですね、まあ、実は私は入社する前に結構長いことアルバイト、うん、1年半2年ぐらい、うん、アルバイトさせていただいていたので、まあ、すごいこう新卒ではいじゃあよろしくみたいな、こう、うん、そういう感じではなくてもうずっと社内に1年以上いての、うん、まあ、新卒入社だったので、うん、で全まあ何というんですかね、アルバイトも当時は普通に、うん、教えてもらいながらではありましたけど、こう結構社員さんのような仕事をさせていただいていたので、うん、まあ、入ってすぐ大きなギャップっていうことは一切なかったですね、うん、そうですね、結構入ってすぐでも大きなプロジェクトに入ったりとかありますしね、はい、もう社員と同様と和田さんのポテンシャルもすごかったんですけどですね、はい、ありがとうございます。じゃあちょっと次のテーマに行きたいかなと思います。はい、では次、ゼロから立ち上げた教育事業クリキットです。皆さんはクリキットはご存知ですか？ロボットはい、こちらですね、うん、はい、愉快工学の教育向けのロボットキットのシリーズなんですけれども、このキットのことやプログラミング環境も提供していて、それらを総評するシリーズ名ですこちらが2019年に和田さんを中心に立ち上げたシリーズです、はい、さあ2018年に入社した後、どのようにこのクリキットを立ち上げに至ったのか、和田さんに聞いてみたいと思います。お願いします。はい、そうですね。私は新卒入社の後はですね、最初はクライアントワークというお客さんの、まあ、ものを形にするお手伝いをする仕事を、まあ、主に中心にやらせていただいていて、まあ、すごいいろいろ日々アグレッシブに働かせていただいていたんですけど、うん、まあ、そのインターンの時とかアルバイトの時もずっと持っていたんですけど、まあ、せっかくベンチャー企業で働くっていうこともあるので、何かこう、そうですね、昔からこう子供にが使うような製品ってすごい作ってみたいなっていう思いが強かったので、まあ、そういった商品を作れるきっかけがないかなっていうのは仕事をしながらずっと、まあ、探っていたような時期があったんですね。でちょうどそんなことを考えながら仕事をしていた時に、まあ、最初のテーマでも出てきた高専ロボコンを、まあ、に出ていた、まあ、関係もあるんですけど、まあ、そのロボコンを運営されている団体の方々から、まあ、ちょっと新しい企画を今考えてるんですよっていう、まあ、それがターゲットが実は小学生で、まあ、小学生が楽しくロボットを作りながらこうコンテストができるようなことがしてみたいなっていうようなところをですね、ご相談といいますか、少しきっかけをいただいたのが、まあ、全ての始まりになっています。でなかなかこう小学生がロボットを作るっていうことなんですけど、それがこう、まあ、簡単にこう手軽にできるっていう環境がなかなかないなっていうのを、そのお話をいただいた時に初めて、うん、まあ、気がつきまして、そこでいろいろ考えていったっていうのが始まりです。うん、ですね、その、まあ、ご相談をいただいて、まあ、いろいろ考えていたんですけど、まあ、まあ、ロボットなのでなんかモーターで何か、うん、動いてっていうようなイメージになると思うんですけど、うん、なかなかあまりこうありきたりなこう車輪がついてるロボットをみんなで一緒に作りましょうっていうような、うん、形にはしたくなくて、うん、せっかく愉快工学でも働いてますし、うん、何かこうユニークなんかこうアイデアを刺激するようなきっかけが作れないかなっていうことをずっと考えていまして、うんうん、まあ、そこでこうなんかモーターのぐるぐる回る先に、まあ、つける何かをつけたら楽しくなるかなっていうのをずっと考えていって、
ひらめいたアイディアがモーターの先に結束バンドを巻いて、うんうん、なんかぴょこぴょこ動く生き物らしいロボットを作るっていう、うん、まあそういうキットになります。こちらに映ってるこれですね。はい、はい、そうですね。これがまあ本当に考えに考え抜いて、うん、ひらめいたアイディアになっていて、これが本当にアイディアを思いついた日に、うん、もうここに乗り付け来て作った初号機。もうこれが本当に最初に思いついて作ったものがこちらですね。はい、作った実感になりますね、はい、これもしお使いいただいている方は分かるかなと思うんですけど、愉快な生き物ロボットキットですね、はい、始まりの一台なんです。始まりの一台、最初から完成してるやんって。そう、はい、お使いいただいた方はもうあれだとなってるかなと思ってますが、本当まんますでにできてる気がしますね。これが実際にちょっと動いてる映像もあるのでご覧ください。そうですね、かわいいですね。これが最初に、まあ、思いついてもう試作をパッと作った後に、まあ少しこうお客様からも、まあ、どういうのがいいのっていうのを言われてたのがあって、まあ、提案してみたいなって思っていて、まあ、それを事前にちょっと青木さん弊社の代表に見せた時の、まあ、動画とかです。あとはリアクションですかね。青木さんのテンションが上がってるのが見えますね。本当にこれは、まあ、僕としてもすごい嬉しくて、自分もの中でも結構すごいひらめきで、なんか柔らかい結束バンドがこうぴょこぴょこと進むロボットになるっていうのは、これはすごいいけるかもって当時思ってて、で青木さんに話してみたら、青木さんもかなりこう近い感覚を持ってくれたっていうのがすごい嬉しいタイプというか、私自身もあこれいけるかもって一緒に思えたタイミングでもありましたね。初めて自分のアイデアを出してこういう反応してもらえたらいけるかもってこう気持ちが後押しされそうですね。そうですね、本当にこう、まあ可愛さというか、うん、ユニークさっていう意味では確かになかなかまだ世の中になかったアイデアだったのかなとも思いますので、そこに共感してもらえてすごい嬉しかったですね、うん、結構褒めの文化がありますよね、愉快工学、うん、このスラックの、まあ、その社内のツールもそうですけど、うんうんすね、この青木さんの天才化っていう反応、まあ、これ文字だけなんでちょっとあれですけど、もう今スタンプとかもめっちゃいっぱい増えて、頑張って仕事しましたみたいなので、なんか誰かが制作物あげたら、はい天才とか、なんか素晴らしいとか、なんかそういう風にめちゃくちゃこう褒めてくれる文化があるんで、なんかそこも結構、まあ、この生き物ロボットキットだけじゃなくて、その後のいろんな発明につながってそうな気がします。うん、アイデアを声に出しやすいですよ ね、 そうですね。反応がなんかいいねって言ってくれることが多いからいいですよね。そうですね、まあ、ただ私はもうこの場合はもう企画書に書いて、はい、うん、提案しましたとかそういうタイプではなくて、もうひらめいたんでとりあえずもう形に一旦誰の許可も得ずに、とにかく作りました、とにかく作って、うん、これすごいでしょうっていう自慢をしたところからのスタートだったかなというふうに、うん、思いますね。とりあえず作ってみましたっていう人が多いかなって、うん、思います。ちなみに結束バンドってなんかこういざこれで見ると、あ結束バンドねあれねってこう身近に思うんですけど、これをこうロボットに使おうってなかなか発想しないなと思ったんですけど、どういうきっかけでこれにしたんですか？そうですね、これを考えるのはすごい大変だったんですけど、うん、まあ車輪はちょっと面白くないなと思ってたので、うん、使いたくないなと思ってて、うん、何かで移動しなきゃなと思っていて、このモーターの回転する力を使ってこう移動するものを考えたいって思っていたのと、まあ、当時実は別の仕事で空母っていう商品の本当に最初の商品の試作を実は私担当させていただいていて、うんうん、社内 でその仕事の中でかなりこうモーターを止めるための道具として、うん、結束バンドを使ってこう組んでいくっていうやり方があるんだよっていうのを先輩の社員の方から教えてもらって、うん、結構仕事の中で結束バンドを身近に使っていたというところと、うん、まあ、あとは実はその空母の尻尾の材料が
あのナイロンでできていまして、うん、あのその絶妙な柔らかさがあるなと当時思っていて、うん、で同じく結束バンドも同じナイロンっていう素材で作られていて、何かこう絶妙にこう似てるなこの柔らかさはってずっと思ってたんですよね。でその思っていたのが、まあ、なんかあるとある日こう、まあ、ちょっと高専の先生とお話をするような、うん、あの機会があった日に、うん、まあの帰り道にバイク運転してる時になんかこう合体したというそこはもう降ってきたって感じですね、うん、すごい、はい、恩師に会った帰り道にバイクで降っと一曲かけるぐらい降ってきたんですけど、はい、なるほど。この結束バンドがクーボという尻尾のついたあの撫でると尻尾を振ってくれるクッションがあるんですけど、そのロボットともこうつながりがあったんですね。なるほど、ありがとうございます。はい、じゃあそんな感じでクリキットの最初の生き物ロボットキットを作っていったということで、その後はどう？そうですね、あのこちらの、まあ、商品、まあ、商品というか当時はまだ企画段階だったんですけど、あのそのロボ小学生向けのロボットコンテストやりたいっていう方々にもあの見せさせていただいて、まあ、すごくいいねっていうあの反響をいただきまして、あの、まあ、その話の中でやはりまとまって子どもたちを、うん、あの夏休みにイベントをするからぜひ使ってみたいですという あのありがたい声もあのいただきまして、あの実際に数をいっぱい作るということをしようっていうことを、うん、あの愉快工学の社内に持ち帰らせていただいて始まりました、うん、量産が動き始めたんですね。そうですね、量産っていうところですね、うん、であのまあ、もちろんいきなり商品にすることも、まあ、大事なんですけど、まあ、まずちょっとテスト的にあの、まあ、メーカーフェアっていうイベントがあるんですけど、うん、まあ、そこでもあのプロトタイプ商品をちょっと発売してみようっていうこと、うん、あのになりまして、まあ、そこで、まあ、その辺であの量産をしながらあの実際にテスト販売をするみたいな形の流れになりました、うん、でそのタイミングあたりで、まあ、もちろん結構 そのあたりまでは割とソロに近いような活動で、うん、やってたんですけどあの、まあ、お客様がいいねって言ってくれたっていうのと、うん、数が、まあ、まとまった数をちょっとあのお売りするっていうイベントが発生したっていうことで、うん、あのいろんなデザイナーの方ですとか、うん、PR の方ですとか、うん、あのエンジニアも量産の、あの方に手伝ってもらったりとか、うん、あのいろんな社内 の, あのチームの方々をあの、まあ、巻き込む形といいますか、あのお手伝いをしていただく形で、うん、どんどんとこうチームを作らせていただいて、あの10月の商品発売まで走り切ったという形ですね、うん、最終的にこんな素敵なパッケージになって、うん、はい、最初にメーカーフェアっていうイベントで発売した時はこの形でもなくって、もう少し簡易的なものでしたよね。そうですね、それがそのデザイナーが加わりどんどん形になっていった。そうですね、はい、もう本当にこういろんな人のこう、まあ、私のアイディアもそうなんですけど、こうすごい愉快工学の人たちって素晴らしい感性を持った人たちばっかりなので、うん、なんかそれがどんどんこう組み合わさっていくとすごいことになる、うん、すごいいい感じにこうなんていうんですかね、こうギアが噛んでいくかなように、うん、あのすごいなって当時は日々感動しながら製品開発してたのを思い出します。自分の頭の中にあっただけのものがこう周りの人の力でダッて製品化にたどり着いたっていう感じですね、うん、はい、はい、ありがとうございます。そしてこの愉快な生き物ロボットキットが進み出してクリキットというブランドがついに動き出すわけですね。はい、はい、うん、最初このじゃあ教育事業を作ろうで始めたわけではなかったんですね。そうですね、あの結構アイディアありき商品ありきといいますか、うんうん、当時はまだそのブランド化事業化構想は特になくて、うん、まあ、まずはその、まあ、クライアントさんというか実際売り先もあったし、うんうん、あのすごいいいリアクションをいただいていたので、うんうん、まずは世の中に出してみようということで商品を1個作らせていただいて、うん、まあ、それを使ったコンテストっていうのも同じぐらいのタイミングで、うん、あの立ち上がりまして、まあ、本当にいろんな子どもたちの、まあ、これを使った作品が見れて、うん、
もう私自身も感動しましたし、すごいこうこれはやはりこう世の中に必要とされているんだなというところで、あのブランド化っていうところをやってみないかっていうお話になりましたね。プログラミングがこう授業に入ったりとかも進んできましたけど、物を動かしてモーター動かそうみたいなところから、小学1、2年生、3年生とかが手を取り出しやすいものってなかなかなかったかもしれないですね。その後はこうプログラミングのキットとかも発売したんですよね。そうですね、そのタイミングで、あのやはりプログラミング、まあ、あのちょうど小学校で、あのプログラミングを教えましょうっていう、あの年でもあったので、まあ私が子供時代に こんなのあったらいいなって思っていた、あのプログラミングの、まあツールといいますか、あのまあ道具ですね、をまあ商品として、あの作らせていただきました。で、を組み合わせたらこのロボットがプログラミングで動くというものですね。これ、ココロキットってなんで名前これなんですか？そうですね、それはあのなんていうんですかね、まあ、ロボットってあのすごいこう、こちらのキット使うロボットって可愛いものをみんな作ってくれると思うんですけど、うん、まあ、なんかプログラム、まあ、プログラミングってなんかお勉強チックにやるとつまんなくなっちゃうんで、うん、なんか本当に生き物に魂を吹き込むかのような作業の一つとして捉えてもらったらすごい楽しいかなと思って、うんうん、まあ、それをまあ仲介する、まあ、道具なんですけど、うん、まあ、ちょっと心を持た、生き物に心を持たせるため の、うん、あのツールということで、はい、心キットと付けさせていただきました。はい、これ予定にない話だったんですけど、この名前が私自身すごく好きで聞いちゃいました。ありがとうございます。その名前の付け方が、まあ、この辺はすごい愉快工学らしさというところかなと私自身もなんか思ってますね。はい、ありがとうございます。そしてこのラインナップが増えて、いよいよ事業化というところだと思うんですけど、最初どうやって事業をこう新卒入社して事業立ち上げてどうやって形にしていったんですか？そうですね、私も全然あの右も左もわからない状態だったので、うん、あのまあ、あの3人のチームを作らせていただきまして、まあ、まずはそのどういった商品を誰に向かって届けたいのかなとか、そういうことをまあ考えながら、まあ、あとはその実際にこう事業にしていくっていうところで、やはりあのまあビジネスにしていかないといけないので、まあその辺もあのいろいろ話しながら、あの手探りでやらいろいろ、まあ本当にいろんなことを試しては失敗してっていう繰り返しをさせていただきました。はい、うん、なんかその資料があるんですよね、当時の。ちょっとご覧ください。そうですね、これは本当に最初にこう考えをまとめようと思って書いてたブレインストーミングの紙なんですけど、あのまあなんかロボットにとらわれずにこうなんです自由に想像できる子どもたちを増やしたいねっていうのは当時のメンバーでずっと話していたことで、うん、あのまあそんな中でもやっぱ僕自身がはやっぱロボットの作るためのキットを作ってみたいなっていうのがあったので、うん、あのまずはロボットキットからっていうところではあったんですけど、うん、まあいろんな価値観を持った人が増えてほしいなっていう思いで、あの愉快の教育事業は そういうところを目指したいなっていうので、あの考えが始まりましたね。結構これを習得しましょうみたいな感じじゃなくて、自由 なんかこうのびのびやる感じが大事にされてるなってクリキット今も私も思います。まあ、なんかあんまりちゃんと設計して作ったというよりは、うん、あのまずはアイデアをこう世の中に披露して、うん、むしろ一緒にロボットを作ってくれた子どもたちと一緒になんか作り上げていった感じはすごいあるなと思っていて、まあ、小学生ロボコンに出てくれた子の作品 YouTube にいっぱい出てますし、まあ、あのそういった子たちと一緒に作り上げたかなというふうなところですね。はい、そんな感じで愉快な生き物ロボットキットの誕生やこうして構想を考えた後、今となってはこんなに大きな事業になったんですね。そうですね、ありがたいことにいろんな製品を出させていただいて、
すごい濃い時間でしたね。ねえ、なんかラインナップも数えるとびっくりしちゃうぐらい出していて、こうもうそれが子どもたちに使っていただいて、実際に SNS とかでも目撃するとすごい感動しますね。書籍を出したりとかもしてますね。そうですね、本書かせていただいたり、はい、大会の立ち上げも何件か、うん、お手伝いさせていただいたりと、うんうん、すごい初めて尽くしの仕事でしたね、うんうん。まあ、この辺はやはりこう裁量を大きくやらせていただける仕事だなというふうには思ってまして、決まった仕事があるわけではなくて、うん、こう事業を立ち上げようっていうことで、うん、もう本当にありとあらゆるこう課題が出てくるんですけど、まあ、それをその状況状況に応じて解決していくような、そういう仕事をさせていただきました。うんうん、ありがとうございます。はい、ではそうしてブランド化していったクリキットですが、次のテーマに行きたいと思います。じゃあクリキットのこれからということで、次は、花森さんにお話を聞きたいと思います。はい、和田さんが立ち上げた、あと今は花森さんにバトンタッチして、花森さんが中心となって牽引して引っ張ってもらっています。その今の活動とかこれからの思いとか聞きたいです。そうですね、まず和田さんから引き継いだのが1年ほど前ですかね。で、入社した時から和田さんと一緒に教育事業系の仕事はしてたんですけど、まあ、それまでは教育事業と、まあ、他の仕事いくつかっていう状況で掛け持ちだったんですけど、まあ、和田さんとバトンタッチする1年前ぐらいのタイミングでもう教育事業に専念っていう形で、まあ、今日までみんなと一緒にやってきてまして、なんか出した商品だと和田さんが作ったその生き物ロボットキットに、まあ、その履かせる足というか、まあ、その先にさらにいろんなものをつけれますよっていう、まあ、万能ジョイントっていう製品だとか、ちょっとここに今自己主張のためにまあこういう商品とかを、出させていただいたりとか、その他にも最近だと小学生ロボコンに参加する用の、まあ、愉快な乗り物ロボットキットっていうのがキットを作ったりとか、いろいろ新商品出して、出させていただいている中で、まあ、こう和田さんが作ってきたものをこう勉強しながら、チームメンバーのみんなの話を聞きながらと、まだちょっと牽引するというにはまあ頼りない部分もあるんですけども、ありがとうございますまあそういう感じで今日までやってきてるっていう感じです。はい、なんかこう出来上がっている事業をいきなり渡されて、新卒だった花森さんに、君がリーダーよろしくみたいな形になったと思うんですけど、その時のプレッシャーとかいかがでしたか？まあなんかプレッシャーっていうよりまずなんかヒャーって感じ、なんかヒャーってなって、なんか全部丸ごと投げられたっていう感じじゃなくて、うん、和田さんもそもそもこう引き継ぎっていう形でこう長い時間かけて、授業の成り立ちはこうでだったりとか、実際にこういう理由があるからこの商品こうなってるとか、このイベントこうだったみたいな話をしてもらってましたし、まあ、チームのみんなもまずその僕がやりたいことを聞いてもらう姿勢でその話を聞いてくれたりとか、まあ、分かんないところとかもちゃんと教えてくれたりはしたので、まあ、不安もありつつだったんですけど、まあ、バトンを引き継いだタイミングで割とこういろいろな、まあ、受け入れ体制じゃないですけど、一緒に進めていってくれる気概のあるチームメイトしかいないなっていう状況だったので、まあ、そのバトンの重さも理解してたんですけど、まあ、支えてくれる力の重さも理解しているということで、まあ、プレッシャーも自信も両方という感じだったかなと思います、ね。なるほど。今、どうですか？すごい雑な聞き方しちゃった。なんかその最初はなんか私だったらすごい緊張してるって思うけど、なんか楽しめてますか今って。そうですね。なんか結構常に出来上がってる授業っていうのもあるので、和田さんのその考えと僕との考えがその同じとことか違うとことかで、まあいろいろ考え方も変わってくるとは思うんですけど、やっぱりその僕が作ってる商品と和田さんがこれまで作ってこられたような商品で若干経路が違うかなって部分も感じたりはするんですけど、まあ、そこはそこで良くないって感じでチームメンバー全員でこう方向性整理したりとか、事業をもうちょっと大きくしていこうよみたいな感じで、まあ、できる範囲でできることやっていくっていうのは変わらないと思うんですけど、まあ、そういうふうに考え方の違いも受け入れてくれるってところは
あるので、まあ、人が残したものをまた引き継ぐっていうので、まあ、楽しくないって人から見たら思われがちかもしれないんですけど、まあ、そこはもう、そう思ってないです。そんな。そこはもうさすがの愉快工学っていうことで、あの僕なりにすごい楽しくやらせていただいてて、うん、まあ、何より僕もロボコンすごく大好きですし、うん、和田さんもロボコンが好きっていうマインドがあって多分この事業生まれてきてると思うので、うん、そこはもう魂が響き合ってるんで、楽しくやってるんじゃないかな。ベースはやっぱロボコンっていうワードになっちゃうのかな。割と経緯がまあ違うロボコニストかもしれないんですけど、うん、まあ、あの根っこの部分では結構同じ部分あると思うので、そこはもう響き合いながら楽しくやらせていただいてます、うん、はい、ありがとうございます。お二人に聞きたいんですが、こうプリキットの授業とかやってて一番楽しかったとか、ここが嬉しいなとかありますか？そうですね、私からいいですか？はい、私はやっぱりこうあれですね、こう自分たちであのすごい大変、まあ、苦労するシーンもいっぱいある中で、あの作り上げたものを実際にこう、まあ、子供たちが触って、うんうん、あのすごいもうキラキラした目で作って、うん、わーっていうあのリアクションをしてくれた時です。まあそういうシーンがすごく多いんですけど、うん、あのそういうシーンを本当にこう間近でこう見させていただく時が、うん、あ本当にあの仕事しててよかったなって、うん、あの感じる時ですね。完全に同意ですよね。もうやっぱりワークショップとか結構僕の和田さんもやる機会多いので、目の前にその自分が作った商品使ってくれたりとか、あのそういう方に触れる機会って結構多かったりするんですけど、もう子供がニコって感じで自分のロボットを動かしてたりとかすると、あもう来てよかったみたいな感じで、もうその日はすごい心穏やかに仕事できるし、すごいエネルギーもらってますし、まあそれ以外で言うとワークショップから帰った後とか、実際にその商品触れてしばらく経った後に、あこれ実は改良してるんですよみたいな感じで、こう家でもそのキット使って長い間遊んでくれてるんだなみたいなのが伝わる場面あったりすると、へえ、ワークショップだけじゃなくてみたいな感じで、その自分がこうちょっとでもそのものづくりをあの楽しませるような体験を与えられて、さらにこうその体験の中でもっともっとうん、使ってくれてる方の中でいろいろ育ったものがあるのかなとか考えると、うん、もうさらに感慨深くなりますね。いいですね。なんかこう家でもやってもらえるとか、好きなものを見つけるっていう最初のきっかけになれるってすごい嬉しいですよね、うんうん、なんかその子供たちが実際に高専ロボコンとか出てくれたら感動でしょうね。胸熱ですね。どうなっちゃうんでしょうね。私すごくおかしくなっちゃうかもしれない。でもすごいユーザーさんが近くにいらっしゃってくれてるなっていうのは本当にとても感じていて、あの我々も即開発にあのお声をいただければあのフィードバックしますし、なんかそういう意味ではこう、まあなんていうんですかね、我々こうメーカー側だけじゃなくて、こう使ってくださる方のも近くにいて、なんかみんなで一緒にこう楽しい商品、ものづくりをなんか やってるんだなっていうような感覚はすごいありますね、うんうんうん、そうですね。実際にこう開発者が自らワークショップをやって、もう何十人とか今まで子どもたちと一緒に作ってきてっていうのがあるから、その直接のフィードバックとか声とかも聞きながら次の商品作ったりとかしてるんですかね、うん、はい、ありがとうございます。ちなみにこれからじゃそういう子どもたちに使ってもらって、なんかこういうのにつながったらいいなとか、これからこういう存在になれたらいいなとかありますか？そうですね、まあ教育事業っていうのを通してやっぱりものづくり好きになってほしいっていうのが一番大きいと思うんですけど、うん、あのクリキット自体が割と入門みたいな部分もあったりしますし、うん、まあ、和田さんが最初事業を始められた、まあ、コンセプトとしてもまずこの入り口になるみたいな、うん、ところがあると思うので、まあ、今後その事業をこう大きくしていったりとか、あのいろんな製品作っていったりとかする中で、まあ、しっかりこう出口も用意してあげたいなみたいなところは思ってて、まあ、ちゃんとこう軽い気持ちでこう作っちゃったらめちゃくちゃ楽しくて、でもこうロボットの中には結構、まあ、デザイナーが入る場面もありますし、あのまあ、機械を作る人とか回路を作る人とかプログラム書く人とか、もう本当にロボットって言葉の中にもやることとかできることとかいっぱいあったりするので、うん、あ俺これが好きなんだなっていうのに気づいてもらって、でなおかつ、うん、あ今のこの生き物ロボットキットだと
もっともっとすごいの作りたいけどまた別の買わないといけないからみたいなのとこまで気づけるような、うん、ちゃんとこう入り口から道筋がこういろいろ分かれてて、で最後出口まで来てもらって、あ、じゃあ使ってくれてありがとうございましたみたいな感じであのしっかり見送れるような、あの、まあ、このクリキット自体が今後僕はそういう存在になってほしいなと思ってたりしますね、うんうん、いいですね。和田さんはいかがですか？そうですね、あの、まあ、僕としてはこう、まあ、商品をいっぱい作らせてはいただいたんですけど、なんていうんですかね、感覚としては何かを生み出すためのこう道具をこう作らせていただいているような実はイメージで僕は作っていて、まあ、完成品の商品も何個かあるんですけど、あのどちらかというとなんていうんですかね、こう皆さんのアイデアを形にするためのこうツールとして、あのクリキットの商品見てほしいなっていうふうに思っています。で、まあ、そういう意味でもこう、まあ、なんか新しいものを考え出すとか生み出すってなんかすごい楽しい行為で、それは、うん、あの大人になっても子供の頃ももちろんあの変わらずにこうなんかすごいクリエイティブって楽しいなと僕は思っているし、うん、なんか皆さんにもぜひその体験を気軽に感じてほしいなって思っていて、うんうん、その道具としてぜひあのクリキット、まあ、入り口でもコアにがっつりやってる時も、うん、でもいいんですけど、うん、あの使ってもらえると非常に嬉しいなと思ってます、うん、ありがとうございます。はい、ではちょっとここで、子どもたちにあの使ってもらってるっていう話もあったんですけど、実際に愉快工学でもコンテストを受賞したりしてまして、それをちょっとご紹介したいと思います。はい、うちロボコンテストという名前で今まで2回開催してきました。で2020年に開催したのと、あと今年の夏にですねやりまして、失礼しました。これが SNS でクリキットを使ったロボットを投稿してもらって、それを審査員で審査して受賞作品を展示するという中ですね。これも実際にその受賞されたご家族にお会いする機会とかもありまして、本当にクリキットをきっかけにロボット作りをどんどん好きになってもらったり、次の挑戦の話とかを聞かせてもらって非常に感動しました。私も、いやこれは僕もすごい感動でしたねあのいや こんな作り方できるんだっていうアイデアをいっぱい見せてもらったので、このコンテストで素晴らしい企画だったと思います。本当予期しなかった、開発者が思ってなかったアイデアが出てくるし、こんな企画で作るのねみたいなすごかったですよね。本当になんかアーティスティックなセンスの持ち主の方からこう、なんていうんですかね、うん、まあ、丁寧に作るのが好きな子とか、ダイナミックな動きをなんか実現してくる子とか、本当にいろんな考え方作り方があるんだなって。でそれをまあ作ってた人も発表することによって、他の人の作品を見て初めて感じることもいろいろあると思いますし、なんかそういうのも非常にみんなで楽しめたコンテストだったのかなと思いますね。この右側に映ってる展示会場で実際に受賞者のご家族とこの場でお会いしたんですけど、本当そのお子さんが他の受賞作品を見て、ここはこれでこうやってるのかとか、もう段差を乗り越えるためのこれかって言ってるのを見て、本当に すごいなと思って感動しました逆にこう我々より子供たちの方がなんかすごい開発者になってたり、そうですね、将来が楽しみで、これのこう道具の使い方を我々以上に知り尽くして逆に教えていただくっていうシーンも結構あるので、それはすごい楽しいですね。可能性が楽しみですよね、うん、はい、はい、では、配信時間も残りわずかになってきましたが、ここで最後にですね、お二人に とってクリキットとはというテーマで書いてもらいたいと思いますじゃあ一番難しいやつだけど、はい、はい、なんかもしよかったらご覧いただいてる皆さんも、皆さんにとってクリキットとはこういうやつだなとか、愉快工学ってこんなかなみたいなのを投稿してもらえたら嬉しいなと思ってます。でこのあと質問コーナーもあるので、もしあのこれ聞きたいなってあればお気軽に YouTube にコメントください。ちょっと考えてもらってる間に、
今回申し込みの時にメッセージいただいてまして、その紹介をさせていただきたいと思います。はい、でちょっと読み上げます。今年の夏休みにクリキットに出会いました。それからロボット作りに夢中です。そんな小学4年生の男の子にロボットの世界を広げてあげたいと思っております。2人のトークイベントの話を息子に話したら、このキットを作っている方の話僕も聞きたいと楽しみにしていますというメッセージをもらいました。ありがとうございます。ありがとうございます。もう少しいりますか？大丈夫そうですか？はい、はい、じゃあ見せてもらおうと思います。どうぞ。じゃんじゃんですかね、はい、じゃあ和田さんからお願いします。そうですね、あんまり大それたことは言えないんですけど、本当にこの、商品群、自分が子どもの頃にあったらいいなっていうのが結構きっかけで作っていた商品になってまして、なんかみんなのワクワク体験というのはクリエイティブを生み出すための、ツールとして、これからもクリキットが愛されていったらいいなというふうに思っております。うんうん、ありがとうございます。じゃあ花森さん、なんかちょっとカッコつけて四字熟語にしちゃったんですけどやっぱり和田さん自身はそのワクワクを生み出すツールとしてクリキット世に送り出されていると思うんですけど、やっぱりその道具を作るときに一番大事なのってやっぱ使う人の目線になるとか、それを使って何をするかとかどんな気持ちになるか考えるみたいなところだと思ってて、まあ、僕もすごい物作るの好きなんですけど、自分がこう物作るの楽しいときってどんなときだっけとか、まあ、それこそ和田さんからこの授業を引き継いだときにいろいろキット触らせてもらったりとか、これから使うキットとか考え始めるときに、そういえばなんで好きだったんだろうって、こう自分の中の創作意欲だったりとか、なんで作るの楽しいんだろうみたいなところと向き合うきっかけになってるかなっていう意味で、この原点回帰できる機会と、まあ、それを大事にしながら和田さんがおっしゃってるようにワクワクするような道具をいっぱい生み出していきたいかなと思って、この四字熟語にさせていただきました。なるほど、はい、ありがとうございます。なんか私も帰ってからクリキットって自分にとってどうかなって考えてみたいと思います。今ここにフリップ書くことはできます。ありがとうございます。はい、いや、いいですね。なんか最初は小さな目から生まれた事業がこうして何年も続いて、そうですね、こういう存在になって今でも頑張ってまさに絶賛こう子供たちのロボコンのためのツールを、新しいツールを、そうですね、この辺のチームで、はい、さっきまでリハーサルギリギリまでずっとミーティングしてたりとか、はい、現在進行形で頑張ったりします。生み出して、また新しいものをぜひ、今後のクリキットもぜひご期待ください。はい、それ最後にお知らせコーナーにさせていただきたいと思います。質問とかは、あ、そうだ、間違えた、質問コーナーが先だ、飛ばしてしまいました。じゃあ質問コーナーです。もしコメントいただいてますね、ありがとうございます。新しいアイデアをチャレンジする時のアドバイスがあればお願いします。ほう、確信ついてきましたねじゃあとりあえず僕からいいですか。はい、ですね、新しいアイデアをチャレンジするときってやっぱりうまくいかないときとかいろいろあったりするとも思うんですけど、まあ、まず手を動かしてみて何かチャレンジしてみて、で、まあ、うまくいってもいかなくてもなんかまあチャレンジした時点である程度僕はもう成功かなと思ってたりするので、まあ、もしその実現したいチャレンジがあってとりあえずやってみて、うまくいかなかったらそれはそのアイデアを実現するためのアイデアが足りてないだけなんで、まあ、どんどんそうやって、じゃあどうやってこれうまくいくんだろうみたいな感じで、まあ、順無理いろんなことを試していったりしながらでいけばいいかなと思ってて、もうとにかく挑んだ時点で勝ちというところを伝えたいかなと思ってます。挑んだ時点で勝ちです。はい、ありがとうございます。僕もやってみることが一番大事だなと思っていて、この事業も製品を発売させていただいたからこそ見えてきたことも実はいろいろあったので、そういう意味でも本当にうまくいかないことも結構多いんですけど、やってみてフィードバック受けて頑張って改善していくっていう、そういうフローを頑張って回していくのが大事かなと思います。なるほど、
出してみてトライアンドエラーって感じですかね。そうですね、はい、ありがとうございます。じゃあ事前にいただいてた質問もお願いしたいと思います。ものづくりが好きなのは子どもの頃からですか。はいはい、もうちょっともうちょっともうちょっとはいだけですか。いや本当にそうですね、まあ記憶が曖昧なぐらいかな。まあ親からはよく物を壊す子だと思われてたんですけど、うん、あのバラすのが好きだったんですよね。何でもこうっていう、なんか仕掛け、どういう仕掛けで動いてるのかが気になる子供だったようで、うん、でまあテレビでロボコン見てこう なんかやっぱ動くものが好きだったんですよね、うん、あのなのでそういうところはもう小学生の頃からずっとって感じですね、うん、僕も割と和田さんに近い形で、まあ触れてるツールとかはまた違ったんですけど、小学生ぐらいの頃から物作ったり、まあちょっと絵描いてみたりとかそういうのも好きだったりしましたし、で結局高専ロボコン見て僕も動くのが好きだったって同じところに吸い込まれていったっていう感じで、ずっと小さい頃から何かこうアウトプットするのがすごい好きだったなって記憶ありますね。なるほど、ありがとうございます。ではもう一つ質問最後読み上げます。愉快なアイデアはどこからどうやって生まれますか。企業秘密です、まあ、和田さんの場合ね、バイクに乗ってる時にふっと、まあ、でも結構まあそのなんていうんですかね、同じような感性というのを持ち主と非常に濃く会話をしているというのはすごい大事かな、うん、この空間で、うん、まあ他のいろんな人のものづくりもすごい身近なところで見えてますし、うん、なんかそういった刺激がすごいなんか脳みそ刺激じゃないですけど、うん、いろいろこう想像が膨らんでいくようなきっかけになるのかなと僕自身は思ってましたね。なるほど、うん、ですね、愉快なアイデアを思いつくタイミングってなかなか聞かれると難しい質問かなと思ってて、うん、それこそ和田さんのバイクの話もそうだと思うんですけど、うん、多分ずっと考えてるから、どこで思いつくかわからない、答えられないっていう感じだ。そうですね、まあ、なんか常にそれについて考えておく必要はないと思うんですけど、うん、なんかこう実現したい夢があったりとか、うん、まあ、僕だったらその本当に具体的な仕事の話もそうですけど、うんうん、あれしないといけないなみたいなのを、うん、まあ、それを楽しみながら日常の中にこう頭の中にいてもこうストレスがないような楽しめることに変換して、でずっと考えてて、あ今だってなるみたいな、それが風呂の時なのか自転車に乗ってる時なのかみたいなのだと思うんで、なんかゆるくふわっとずっと考えてると、まあ、何か思いつくんじゃないかなと僕は思ってますね。なるほど、ありがとうございます。はい、では質問コーナー以上にさせていただいて、ちょっと8時を予定を過ぎてしまったんですけど、最後にお知らせを3点させていただきたいと思います。最初のお知らせがですね、今日話にもありました小学生ロボコンです。今年の2022-23の大会が開催が決定しておりまして、今1月4日まで、全国大会の応募募集中です。で今回この大会に向けて愉快な乗り物ロボットキットというですね、この気軽にロボットを作り始められるキットを販売してます。ルールブックとか募集要項などの詳細は小学生ロボコンの公式サイトにありますので、ぜひご確認いただいて、小学生の方はぜひ大会にチャレンジしてもらいたいなと思います。はい、でもう一つ次のお知らせが、今ムクムク動く千人間という新しいプロダクトのクラウドファンディングを開催中です。12月25日までキャンプファイヤーにて支援を募集しておりますので、ぜひ気になった方はご覧ください。はい、最後のお知らせです。愉快工学では、今回の2人も新卒エンジニアで入ったように、さまざまなポジションで採用を募集してます。エンジニアや第二新卒の学生のエンジニアだとか、その他にも PR やマーケティングなど、それ以外にもありまして、ウォンテッドリーに募集が載っていますので、ぜひご覧ください。はい、ではこれで愉快の湯の配信が終わりになりますが、出てみていかがでしたか？そうですね、いっぱいいっぱい喋りたかったんですけど、本当はもっと
とね、聞きたいこともあるんですけど、はい、時間のあれが、まあ、まあここで見せれなかったことはこうちゃんとプロダクトで語っていきたいかなと思ってますので、うん、はい、今日の配信すごい楽しかったなと思いました。ありがとうございます。いや、私も本当に非常に楽しませていただいて、まあ、当時のあの熱い思いをすごい思い出してすごい胸が熱くなりましたが、はい、泣いちゃうのかなと思いました。本当にすごいうるさい若者だったなと思いますが、はい、すごい楽しかったです。ありがとうございます。ゆかいの言うか、まだ2回目の配信でご覧いただいた方はなんか至らないところもあったかなと思うんですけど、今回この後アンケートピンティックスでお申し込みいただいた方には配信後のアンケートをお送りさせていただきます。そこで今回のトークの内容だとか、なんか気になったこととか、もっとここ聞きたいなって思ってたことなど、どしどし書いていただけたらなと思っております。はい、じゃあ以上になります。また愉快の言うとか、愉快工学やクリキッドのことも今後ともよろしくお願いします。ではありがとうございました。ありがとうございました。